さて、明日向けて準備をするか。ん？明日午後にかけて台風が上陸する見込みです。皆様お気をつけください。あれ？嵐が来るのか。ま、大丈夫だろう。明日が楽しみだな。え？特に何もなし？一日前。クローズドサークル。え？なんということだ。私というものがいながら、ここまでの連続殺人を許してしまうとは。死神かなんかか。だが、ようやく、真相にたどり着いた。警部、皆さんを、ここへ集めてください。わかった。なんや、兄ちゃん。今さ、集まって話なんて。そうです。3人も殺した殺人家はこの中にいるんですよ。まあ今、集まった方がいいよ、むしろ。一人で部屋にこもりましょうって、さっき。なんで一人で部屋にこもらせんだよ。基本的にこういうのってのは、みんなで一緒にいるんじゃないの。なんで一人で部屋にこもりましょうなの。この中にいると決まったわけないやろ。外部犯から可能性もある。夫を殺された妻。台風で外にいることなんてできませんよ。あ、台風こっちにも来てるってことか。この敷地内の住人は確認も誰もいなかった。早く白状しなさい。もうついに夫を殺した犯人は誰なんです？皆さん、落ち着いてください。ここにいらっしゃる名探偵が全て解決してくれるはずです。そうだね。ええ、そうです。今までね、ちょっと実は皆さんにはお見せしたかったんですけど、証拠品とかをちょっと集めて、まあ指紋とか鑑定分析ちょっと依頼した結果、美しき推理が我に囁く真実があります。私、わかりました。3件の連続殺人事件。一つずつ話をしていこうか。はい。まず、一つ目の殺人だ。一応復習しておこう。うん、一応も何も、うん、何もなかったけどね。女子大生の、錦戸さんが、自室で亡くなっていた。凶器はリビングに飾ってあった斧。彼女は頭を割られて即死だった。あー、まあこういうね、こういう屋敷だとね、武器と系統もあったんだな。我々は錦戸さんの悲鳴が聞こえて、彼女の自室に駆けつけたわけだが、不可解のが悲鳴のあったタイミングだ。悲鳴が聞こえた時、錦戸さん以外の全員がこのリビングに集まっていた。え？今回この島にいたのは、今生き残ってる5人。なるほどね。うん。3つの殺人事件が 3人、合計8人だ。ああ、そうだね。もちろん、外部犯の可能性もあるが、あいにく外は嵐。外に居続けるのは大変厳しいと思う。地下室かの隠し具合がないかはすでに調査済みだが、絶対ないとは断言できない。そうだね。屋敷に詳しい人物がいるという間違いないし。もしかしたら、一人目を倒した後に、その一人目はやられてしまったって可能性もあるんだよね。警部、この時点でまさにクローズドサークルです。外部犯など、いるはずがありませんよ。そう。事件はこの犯人の仲立ちで起きたと。この5人の中で起きたんです。隠し部屋もない。それはタブーです。資料から除外していいと考えるべきでしょうな。うん。うん。君がそういうのはそうなんだろうな。どうせ犯人は私ですって言うんだろうな。わかった。その線は捨ておこう。では、一つ目の殺人謎を解いてくれ。皆が集まっているのか、どうしてやって錦戸さんが殺されたのか。へえ、つまりですね。ん？あ、なんでゲームなんだ、あんこ。さっき外せ言うたやんか。なになに？一人が分身しているので全員揃っているように見えていた。分身しているって何？一人はミカちゃんに死ぬようになった。どういうことなの？全員が犯人だった。なるほどね。実は5人で、口述を合わせれば、確かに、そうなるな。おー、今回はなかなかみんな筋が通ってる考えと言えるな。嘘やな。ワディに囁く真実はただ一つ。全員が犯人だった。口述を合わせて、口を合わせたんですよ。はい。全員が犯人だったんです。もちろん、私も含めて犯人でした。つまりあの時、全員がリビングにいたという事実は嘘になります。本当はみんなに、
いやいや、みんなに殺しに行くなよ。怖っ。サイコパス集団やろ、ただの。そんな、私も犯人だったのか。何を言ってんですか、君は。私は犯人ではないぞ。わかりました。では、社長さん犯人ではなかった。社長さん以外は犯人だったんです。おいおいおい。あの時、社長さん以外で西木さんを殺しに行っていましたから。西木さんびっくりするんやって、そんなんしたら。社長さんみんなに嫌われていたので、誘いませんでした。嫌われとったんや。何仲良し、なんだと私は嫌われとるのいない。でも、あなただけ犯人じゃないんですよね。だったら殺人誘うわけにはいかないな。いや、私は、嘘だ、私も犯人だよ。忘れたのかね。一緒に西久さんを殺していた仲じゃないか。おい、そんなことあるかいな。俺がみんな犯人やて。二条なんきっついわ。あれ、そんなこと言っていいんですか。あなた以外みんな犯人なんですよ。そうですよ。これがどういう状況かわかりますか。4人であなたをもう口封じに合わせることができる。あ、どういうことや。あ、俺犯人に囲われてる。さすがにワイでも4人もきついな。そういうことです。お分かりいただけましたかな。あなた犯人じゃないんですよね。となるとどうなると思います。何言うてんねんな。俺も犯人よね。俺ほど犯人向きの人よ。おらえ、え奥さん、あなた犯人ですかね。あ、犯人です。私も仲間に入れてください。いいでしょう。これで辻褄が合いました。みんな犯人だった。これでこの謎は解決だ。解決、解決バカ野郎。さて、二つ目の殺人だな。そのままコマ進めないでくれない。これも復習しておこう。我々を招待してくれたこのお屋敷の女主人、荒屋敷さんが毒殺された。我々みんなが揃ってる前で、これは図で説明した方が早いだろう。メイド、妻、荒屋敷、警部、関西弁、名探偵、小太り。あ、なるほどね。我々はこのように座っていた。錦戸さんがいないよ。まあ、死んでるから。主人である錦戸さんが、荒屋敷さんが、なぜこの位置に座ってるかだが、前日の君の行いに腹を立てた結果、探偵である君と最も跳ねた腰に座ると言い出したからな。君は最初に座っていたね。へえ、席は適当に選びました。いや、基本的にはね、それはダメなんだけどな。あ、荒屋敷さんは、メイドが入れたコーヒーを飲んだ動画に苦しみだし、そして死んだ。コーヒーは、メイドがこの順番で入れた。あ、最後に、へぇー。その後、砂糖も同じ順序でメイドが配った。砂糖の中に毒が入ってるって可能性あるね。数を個別に聞いて、その数の角砂糖を配っていた。念のため、加えた砂糖の数も記憶しておこう。いや、5個かよ。小太り82個って何やねん。待て待て !82個お前死ぬぞお前。な、82個ってよ。もしも、コーヒーに毒が入ってたら、全員が今この天国にいるだろう。ゲームだけ0個なんだね。初期に毒がもらえてた場合、席が決まっていなかったことから無差別殺人を行っていた可能性が高い。もしかしたら、ここに座らせる気だったってこともあり得るよ。今、名探偵が座ってるところに座らせる気でいたんだけど、ってなってんのかな。砂糖を配ったメイドの高根さんが怪しいが、残念が、高根さんは次の事件なくなっている。あ、でもわかんないよ、もしかしたら。もちろん全員がコーヒーを飲んだか確認済みだ。君は、この件どう推理するかな。そうですね。メイド人は大変すぎる。そこから、すべて行きましたね。演技やった。ちょっと待って。え？被害者が全員、剥がれタイプだった。
え？あ、そっか。その世代か、君。最新世代と鋼に毒通るんだよ。確か。砂糖に毒を仕掛けた小太り82声かな。すべて被害者の演技だったわ。ちょっとさ、今頃生きとるってことにありやんか。メドリドレス大変すぎない？確かに、82個って。いや、でもね、そうだね。この世代はね、第二世代って言うんですよ。第二世代っていうのは、鋼タイプが出てきてですね、コイルやエアームドなど、強力な鋼タイプがたくさん現れました。鋼タイプの強みっていうのは、いろんな技に強い点、そして、毒が効かない点、not poison。ポイズンを無効化する、というね、タイプの特徴があるのですな。被害者以外は全員、鋼タイプだったってことです。被害者全員、つまりみんな、鋼タイプだったってさ。は？鋼タイプ？なんでするの？知らないんですか？他とモンスターでゲームするタイプ回収の話です。まあでも今通るやろ？今確かいけるよ。今はなんかね、鋼でも毒になるぞ。例えば、炎タイプは水タイプに弱い。水タイプは雷タイプに弱いとか。まあ、俺もね、このところに熱中したことあるが、それをどないしたんや。それに登場するんですよ。毒が効かないタイプが、毒タイプやけどな。毒が効かないタイプっていうのは毒が、毒タイプなんやかな。俺はつまり。あと、マジックガード。俺が知ってる限り、毒が効かない条件は3つあります。一つは、もうその自身がポイズンタイプだったこと。ポイズンタイプに毒は効きません。そして、マジックガード。つまりこれは、戦闘時以外の毒を無効化します。毒が盛られている。毒というのは、徐々に体を蝕んでいく。マジックガードという特性を持っていれば、毒ダメージを受けません。そしてもう一つ。それが鋼タイプ。鋼タイプです。このタイプをもともとさ、毒の攻撃が効かないんですよ。つまり、我々が鋼全員が鋼タイプだとした場合、毒殺は無効化される。そういうことです。ん？それでも終わりですか？だからどうしたと言うんです。それはただの創作の話でしょう。創作と断言するには早いんじゃないでしょうか。現にこうしてみんな生き残ってるということは、鋼タイプが現実に存在して、我々のタイプがそれだったという可能性が高い。バカなこと言うな。あるわけないだろ、そんなことが。82個。うるさい。初代のペカチュウみたいな丸い感じやがって。なんだと、私の代理がペカチュウをバカすることは許さんぞ。何ですか、シャトモコンプリアですか。だったらどっちが欲しいか。あのもの勝負しましょう。実はゲーム機というソフトを持ってきてるんです。いいだろう。オカモンとならバトル決まったことは絶対だ。私もゲーム機とソフトを持ってきている。遊ぶ気まんまやな。通信対戦勝負だ。では、社長は、ご自身の大好きなピカチュウを使ってください。あれ？で、私は、オカモンのミュー5を使います。ででででででで。え、いやいや、ちょっと待って。よし、バトルスタート！私の勝ちですね。では、私の、みんな鋼タイプは正しいということで、図式仮説して説明するの大変だわ。わかった。仕方がない。他も問いなして、バトルの結果に反するようなことは言いません。解決！いや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 ！編集量増えるだけ。三つ目を指すよ、あのさ、その、いて、一ついて。喉枯れてきた。あまりにもさ、ハイテンションすぎてついていけねえんだけど。これがもっとに悩ましい。声枯れてきたよ、もうちょっと。メイドの、高根さんがまたもや毒殺された。ってことは、高根さんは、飲んでなかったってことだ。名探偵である君が入れたコーヒーを飲んで、え、俺が入れたの？え、あ、名探偵が入れたんだ。え、しかも、現場になった部屋にいたのは、君と、高根さんだけ。これをどう説明する？一番疑われてるってことだ、今度は逆に。これは。ちょっと待って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 。いよいよー。早いな。
な、いよいよ来たね。全く、確証ないんですけど、これは現状ね、現場的証拠。ね、今の現状のね、アクセサリーを踏み上げると、まあ、私以外に犯人がいると思います？そう思わされない状況は実際はそうではないんだろ？私以外に犯人がいると思います？2回言うなよ、大事なこと。みんなはそう思うかもしれんが、私はそう思わん。君は信用してるからね。私が犯人ですって2回言ったけどね。私以外に犯人がいると思います？私以外に犯人がいると思います？まさか。まさか。本当に君が犯人なのか？いえ、違うに決まってるじゃないですか。そうだよな、驚かせないでくれ。え？解決？これで、すべての殺人の謎が解けたのか。ほんとかいな。なんも解答手伝う気がするんやが。一般人にはわからんのだよ。刑事の鼻がついとるよ。霧は晴れたと。はい。あとは、犯人の名前を告げるだけです。お！なるほど！犯人を示そう。ちなみにですが、私の言う犯人の名前が、これまでの推理と矛盾してるかもしれません。ああ、そうだね。それはすべて、これから告げる真犯人を動揺させるための罠だと考えてください。そう。眠りのね、有名な探偵だって、いいね、まず発言を撤回することが多いからね。いいですね。では、お教えしましょう。この連続殺人、犯人を。ああ、私が犯人です。ないんだ。完成メールのコートに出しましょう。男3つ前。やっぱりね、苦しれた、やはり、苦しれた人物が犯人でしょうね。苦しれた人物。あの、睡眠が何で出てくる。ずしばん苦しむする。あんたら何を言っとるんだ。そんな奴がいるわけないだろう。私も、にわかには信じがたいが、ブラックシルエットピーポー。今までの事件で全てそれは実在してきた。その現実を、どう説明しますかという話ですよ。いるということなんだろうな。まあ、馬鹿げた話に言ってやるのは一応乗ってやるわ。仮にそんな奴がおったとして、それとどこにおるんや？外か？いや、私たちは一緒にいるんですよ。お、は？どこにや？そんな奴見たことないで。黒いシルエットに目立たないから気づかないだけです。いるんですよ、きっとね。私がその存在に気づいたのは、二つ目の殺人の時です。改めてこれを見てください。はい。あ、確かに、そうだよ。人先だけ空いてるのがずっと怪しいと思ってた。確かに、ここだけちょっと空いてるよね。角砂糖飲んどんのかよ。角砂糖配ってんの？私の隣に殺人犯が。いやいや。危なかったですね。なんてことだ。私も、確かに私も、あの時はなぜ空いてるんだろうと思ってたんです。確かに、まあちょっと、不自然ではあった。バレないようにいたのか。こういうことだったのか。実際ね、図で示されて納得してたらええへんな。嘘俺らはずっと図で示す一緒だったんや。6人になってるやん、もう。え、何 ?6 人になってるよ。奥さん、俺と思ってますか？どうしたんですか？もしかして？まさか？いやいやいや、そんな、そんな嘘で到底死んじゃ。まさかこの人物が、見えてたんじゃないですか？そうでしょう。いや、私は信じな。どこで見かけました？どうやらこの部屋にはいないようです。逃げたかもしれない。どこにいるんです？いや、私は、奥さん、何か黙ってもらえないんです。早く捕まえたら、今度は我々が殺されるか知らないんです。社長の言う通りや。奥さん、どうや？どこに来る人物の人物がおる？トイレで見かけたような。トイレですね。危険だから皆さんここにいてください。私が一人で捕まえてくる。警部、これ持ってってください。全然私が72号です。いい、もう、また嬉しい。なんで毎回背景変わんのこれ。おお、ありがとう。よし、あと忘れる。わかんわ、この人。解決してないっちゅうの、もう。なんで解決させんの、こんだけ、もう、めちゃくちゃに。そして、今
嵐は去り、真相が明かされる。え？おはようございます、警部。君か。嵐がやんだよ。島の外も連絡が取れた。次に警察が来てくれるだろう。連続殺事件。大変な状況でしたね。そうだな。だが、事件はまだ解決していない。解決してないんだって。警部？マンション密室殺人事件、怪盗事件、そして今回のクローズドの連続殺人事件。この3件の本当の犯人は、警部？君だね。あ。え？何を言ってんですか？すべての事件は、私が解決したじゃないですか。そう。私にはムービングマシーン、動機がないですよ。君は、自分のめちゃくちゃな推理が本当に当たってると思ってたのか？あんな推理が真相の件じゃないだろう！でも、警部は私の推理に賛成していただけたじゃないですか。あれはすべて私の演技だよ。すべては、真犯人である君を泳がすためにやってたことだ。そもそも、なんで私が犯人なんですか？私にはそう。殺す理由がない。すべての事件について、私と被害者は何の関係もない。そう。接点。点 P がないんですよ。そのあたり私もわからない。だが。あ！君のその姿が、すべて物語ってんだよな。あれ？君が犯人とね、あれ？姿？何を言ってんです？もうサバサバタウンの典型的な探偵像じゃないですか。あんまり風呂に入らないので、少々清潔感に欠けるかもしれませんが。は？君は何を言ってるんだ？まあいい。なら、この鏡で自分の姿を見てみなさい。鏡？見てみますが、いつも自分が映って。え？なんだ？この黒いシルエットの人物は？確か？どういうこと？これは一体？あ！回想、すべての始まり。勢いで顔まで覆う黒い全身タイツを買ってしまった。早速着てみよう。お！これなかなかいい感じだな。主人公。はい。ピザ屋の宅配です。待っていてよ。さあ入ってくれ。いい匂い、美味しそうなピザだな。うん。しまった！ 7 日前から黒いタイツを着たまま忘れてた。アホや。こいつはアホかもしれん。いや、警部、これ違うんですよ。これ誤解っていうか、正直驚いたよ、私は。殺人現場の場所に、気になるな、ザ・ハンディミデスが登るからなってきた。そんなアホな犯人が言うわけないでしょうが。そうだな。だが、そのアホな犯人は自分が探偵だと言い張り、トンチンカンついて捜査を煙に巻こうとしたんだ。確かに、まあ、そりゃそうだけど。それは本気で、事件を解決しようと推理しただけで。あのなアホな推理の点数大点がいるかバカモンが！そこまで言わなくても。それに、君は何度か犯行を見込めてただろう。うん、めっちゃ認めた。どういうことです？私犯人じゃないです。認めたりするわけがない。いや、結構してた。これまで事件を思い返してみなさい。あるだろう。自分が犯人だと思わず自覚してるシーンが、うん、ある。おう、ああ。マンション事件クイズにて、はい。私が犯人です。ええー、いや、私が犯人です。だからもう事件なの。だって、私を捕まえればいい話ですからね。これ自白あれ、フラグ立ってたの？犯人は、黒いシルエットの人物。は、え、何？黒い？黒いシルエットの人物です。自白！あ、バック、ちょっとごめん。ほんとだ。
まあ、全部うまいやん。おっしゃって、全部うまいやん。犯人所在は、私です。え回転所在は、私です。自白犯人は、黒いシルエットの人物です。何黒い黒いシルエットの人物です。自白全部自白してもうてる。やばい。全員が犯人だったんです。もちろん、私も含めては犯人でした。自白を。私以外に犯人がいると思います。これ全部、これはでもさ、全部そうだったよな。そう思わざるを得ない状況。実際はそうだよ。でもこれ絶対そうじゃん。そうなるじゃん。私以外に犯人がいると思います。自白どうしよう。やはり、黒いシルエットの人物が犯人でしょうね。黒いシルエットの人物。あの、スリムのアニメで、全身真っ黒の謎の人物のことがもういよいよケーブついてきたもんな。自白全部自白した。ああ、全部自白してる。思い出したかね。君はすでに自白してるんだよ。違うよ。あれは冗談。そう、冗談ですよ。警部、お人が悪いな。事件現場で全部犯人の冗談ですが、どこにいる観念するんだな。君が犯人なんだ。くそ。このままだと、本当に逮捕されてしまう。どうすればどうすればさあ、手を出しなさい。手錠をかけよう。待ってください。え、誰だ。私は、マンション密室事件の犯人です。おお、黒いシルエットの人物だ。被害者を自殺した私なんです。そちらの名探偵の推理は、すべて当たっていたんですよ。私たちは、彼が言い当てた犯人です。おお、ちょっと色違う。ちょっとだけなんかコントラスト違うんやな。絵画を盗んだの、私なんです。警部の推理は誤ってるんですよ。ああ、ごめんね。このままでは彼が捕まってしまうと思い、我々は自白しに来ました。おお、コントラストが違う。島根の事件、連続殺人の犯人は私なんです。おー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 おお、警部、彼は犯人ではありません。私たちを捕まえてください。犯人たち。君たちが犯人ということ。まさか、すべて君の推理通りだったのか。間違っていたら私だったと。なんてことだ。ああ、なんてことだ。信じられない。警部？いや、あまりの驚きで、腰が抜けてしまってね。もう腰抜けるよ。ちょ待ってくれ。警部、そっちは崖の橋です。え？あ、わ、警部大丈夫ですか警部。私たちの手を離さないでくださいね。お、君たちが私の手を掴んでくれたのか。さ、このまま引き上げますよ。私も手伝いましょう。おお、行きますよ。せーの。ありがとう、探偵殿。そして、犯人たち。しかし、いいのかね？あそこで私が死ねば、君たちは、逮捕されなかったかもしれんぞ。私たちは、別に警官が憎くて、犯罪を犯したわけじゃないんですよ。犯人も、犯人なりに、曲げられない信念があるんです。動機があるんですよ。ムービングマシーン。そうか。行くか。警察署に。活動を奢ってやるよ。メーターデードももちろん来てくれるね。君には最高級の活動を奢ろう。はい、ごちそうさまです。フィン。プレイしてありがとうございました。最初に
一つ、最後に一つゲームをしませんか？あの、ちょっと待って、あのさ。カロリー高いの、この配信。犯人が一人潜んでいるっす。犯人がいるという帽子をクリックしてみてください。あのね、これっぽいじゃん、パッと見。パッと見これじゃん。違うんだよ。ここだと思います。あれ？あのね、指になっとるんよ。タイトル画面に行くか、犯人ね。クリックしてみてくださいって言うんで、ちょっとじゃあまあ、バカ素直に行きますね。はい。犯人です。おめでとうございます。さすが名探偵ですね。以上でこのゲームはおしまいです。犯人になりませんか？いやー、日向さん。カロリーに高い実況、ありがとうございました。はい、というわけで無事に、全く証拠はないですけど、あなたが犯人です。クリアすることができました。ちょっとね、他の選択肢を見てみたいんですけど、ちょっとね、喉枯れ切ってる。